ずっと生き続ける。そうかもな。だから俺は忘れない。死んでいった仲間たちやお前のことも。他にも何かあるか。お前が生まれた日のことを思い出していた。俺が生まれた日？お前が急に生まれそうだと聞いて、陛下をレガリアに乗せて猛スピードで病院に向かった。だがあまりに急がせるものでスピードを出しすぎて、病院には間に合ったんだが、レガリアを派手に壊してシドに二人で猛説教されたんだ。ずいぶん無茶したんだな。あの日の幸せそうな陛下の顔とシドの怒り狂った顔は忘れられん。しかしあの小さかった赤ん坊が立派になった。おかげさまでな。他にも何かあるか。